はいどうも、長坂レモンです。本日紹介席はこちら、ババーン、お待たせしました。久々のバードクラスですね、になります。はい、まあバードクラスってどういうデッキかっていうのを軽く説明すると、まあこのバードクラスっていうカード、まあ2マナのエンチャントなんですけど、まあ最初ある時はまあ伝説のクリーチャーがプラス1カウンターが1個追加で置かれた状態で戦場に出ますよっていう効果、レベル2、2コスト追加で払うとレベル2になって、レベル2効果で、自分の伝説の呪文を取られるための赤と緑のシンボルが減りますよって形ですね。まあ、わかりやすい説明すると、まあ、アーリンですね。このアーリンさんは、無色2マナになります。赤と緑両方が消えるので。で、例えば、もうエシカですね。エシカの場合は緑が1マナ消える形で、無色緑になりますね。まあ、5色の方で唱えようと思うと、白、青、黒のエスパーカラーになったりとか。そんな形。まあ、最後の一つとしてジェトミアなんですけど、まあ、これが白無色みたいな感じですね。はい。まあ、他にも混成辛抱だったりとか、まあ、めんどくさいとこいくつかあるんですけど、まあ、大体コスト2軽減。まあ、こういう無色コストだけになりますよって思ってくれればいいかなと思います。はい。で、レベル3は5コストで、自分がレジェンダリーの呪文、伝説の呪文を唱えるたびに、ライブラリトップ2枚追放して、その中から、まあ、このターン中好きなだけ、プレイしてもよいよっていう形で、まあ、土地だったりとか、まあ、追加のレジェンドカードだったりとか、まあ、簡単に言うと、まあ、ウィルソン出します、1コストでウィルソン出します、デッキトップ2枚追放します、ゴロゴロ出します、デッキトップ2枚追放しますっていうのを、まあ、追放用意からやり続けることができて、まあ、とんでもない物量になりますよということで、まあ、レベル3の次のターンにはすごい盤面が作れるかなっていう感じの、パターンで、考えてくれていいのかなと思います。はい。で、今回ですね、まあ、バルダーズゲートが追加されたということで、バルダーズゲート結構レジェンダリーのカード多いんですよ。はい。まあ、こういうスペシャライズ系統、専門家系統のやつらが全部、レジェンダリーですし、まあ、この辺のね、まあ、ビンスクブーだったりとか、まあ、いいところは結構増えてる。ラッカドラッカとかですね。いいところが結構増えてるんですよ。で、まあミンスクブーとかアシアとかちょっとあれだったんですけど、もともとのコンセプトとして、ラッカドラッカっていうのが、マナクリ全部をパンプアップする効果なんですよ。で、バードクラスって、まあ一応プラス1カウンターが乗って、まあ一回り、ないしは2枚あって2回りぐらいは大きくなったんですけど、それだけではちょっと足んないことっていうのがあったりとか、まあ、どうせね、プラス1カウンターが乗るだけだったっていうのもあって、なかなか詰め切ることが、まあ、しづらかった。まあ、レベル3まで行くと、まあ、結構簡単にいけたりとか、まあ、まあ、この、アルケミー以下の環境、エクスプローラーだったりとか、ヒスレックだったりとかすると、とんでもないことをしでかすんですけど、はい、しでかすんですが、まあ、スタンないしはアルケミーにはそんなカードがないということで、まあ、ラッカドラッカーというのを採用したい形で、実はこのラッカドラッカーってカード、ハーフオークっていう、まあ、キャラクターなので、人間をイノシシなんですよ、種族が。はい。で、人間であるってことで、カティルダと相性がちょっと良くて、カティルダは、人間クリーチャーすべてが、自分の色のマナが出ますよって効果なんですよね。はい。なので、実はラッカドラッカと合わせることによって、人間クリーチャー全部が、まあ、22修正受けることができるんですよね。しかもそこの対象の中にラッカドラッカも入るんですよ。はい。それによって、まあ、3366だったりとかできたりと、あともう一つ、伝説だったらもう一ついいところがあって、エシカの表面ですね。はい。まあ、戦車だったりとか、まあ、EDH というか、まあ、ブロールで、裏面が結構有名ですけど、エシカの表面って、実は、自分の、コントロールしている伝説のクリーチャー全部に、警戒と好きな色マナを与えることができるんですよね。はい。それによって、実はラッカドラッカって、まあ、エシカと合わせることによって、まあ、サイズ修正、まあ、全レジェンダリーがサイズ修正がかかるんですよね。はい。まあ、実はもう一つ、アシャヤもいるんですけど、まあまあまあ、それは置いといて、あんま使わなかったんで。はい。まあそういうので、実はラッカドラッカと相性のいいカードっていうのがバードクラス、要はレジェンダリーカードに多いんですよね。はい。まあ最初はなんか人間で組んであげようかなっていう気もあったんですけど、まあちょうどいいし、リソースも結構欲しいデッキではあったってこともあって、まあバードクラス採用することによって、まあ面白い形になるんじゃないかなってことでこんな感じですね。はい。まあ実はレジェンダリーにも、まあ、人間系統結構多くて、まあ狼男系統ですよね。うん。表面が人間である。まあ、トボラも含めて表面が人間である。裏面が、まあ、人間じゃなくなるんですけど。だったりとか、あと、ジョヘイラさんですね。このカード、人間エルフということで、ハーフエルフさんですね。ハーフエルフなので、なぜか最強種族、人間最強種族エルフがついたっていう、とんでもないやつなんですけど、こんなやつらがいたりと、まあ、あと、ハラアレとかですかね。まあ、2、4の動きができて、バードクラスがない時でも動ける形にはしてあるってことで、まあ、非常に強力なデッキになったのかなと思います。はい。
まあそんなわけで、まあバードクラスがあった時の爆発力はすごいんですけど、バードクラスがない時っていうのも、まあカティルダハラーレ、カティルダラッカドラッカーみたいな、そういう、サブのプランっていうのがしっかりと用意されてるいいデッキになったかなと思うので、まあぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで、ここはちょっとした宣伝となっております。私のチャンネル登録者が今5925人ですか、ということで、あと75人で、6000になるということで、よろしければ皆さんぜひあのチャンネル登録お願いします。はい、というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってみました。勝率的には多分4割ぐらいかな。ちょっと どうして損害の数値になったかっていうのは初感の方で解説していこうと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。どうしますかね。これはマリガンかな。基本的にバードクラスない手札はマリガンでもいいっちゃいいんで、まあこれはバードを置いてレベル2の前にエシカとか出す形になりそうですかね。これはうん、レベル2の前にエシカとか出してあげる方が強くなる気がします。まあ、早めにレベル 2とかにした方が絶対強いんですけど、これはまあバード切って拒否ですね。うん、基本的には早めにレベル2にした方が強いです。まあ2つまとめて展開とかそういうのがありますからね。まあないならないでいいんですよね。うん、次のターンなんですけど、基本的にはレベル2からラッカドラッカを出してあげる動きが強いかなとは思いますね。うん、基本的にはね。まあ早いうちにまあバリューを高めて殴っていくのが一番強いので、ナダール、お、これはダンジョンですね。うん、殴ってからにしようかなと思ったんですけど、土地積もれる、おお積もれた、強いですね。これ、ラッカドラッカ先置きができますよ。うん。シャキーン。いいね。うん。このサイズ感。これがいいよな。うん。バードクラスはこれが一番楽しいんですよね。ラッカドラッカとか含めて。まあ、てかラッカドラッカの種がめちゃくちゃ多いのもでかいかなと思います。純粋にサイズでかすぎますかね、俺も。もう相手、なんだっけ、虚空先か。虚空先とかがあるのであればラッカドラッカぐらいしか取れないと思うんですよね。ただ一番やばいのってバードクラスなんですよ。岩式の収集、まあ結構強いカードは多いので、まあ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 、これラッカドラッカがあの警戒持ちなんですよね。ジョヘイラ持ってかれましたけど嫌ですね。死ぬことないね。殴ります。はい、うん、まあジョヘイラはさすがにバードクラス取んないといけないと思ってるので、うーん、それなら小玉から出した方が強かったか。トランプルがついてたんでね。うん、手札は残しておきます。なんでかって話ちょっとするんですけど、相手にハンデスを誘発したいんですよね。地底外の略紙とかその辺打ってるだけでも全然いいんで。でジョヘイラがひっくり返るぐらいだったら盤面がめちゃくちゃなんですよ、現状。うん、なんでスペシャライズする余裕もあんまりないんじゃないかなとは思ってるんですが、まあでも盤面はしっかり並べておくべきな気はしますね。タップインなのであれですが、まあ最悪サイクリングできればいいので。うん、で白白もない状態なんで、ホーローも怖くないんですよ。まあ全員警戒ついてるんでそもそも怖くないんですけど、ホーローが怖くない状態で、13の4だが17点ですか。タフネス5以上がないとトランプルで貫通しちゃうので、なんでまあ緑になってライフゲインが一番強いですが、それ以外だとちょっと重めになるんじゃないかな。黒って3点失うだもんね。うん、でこれってスクライだったと思うので、まあバードクラスが死のうがもう関係ないです。まあできれば残ってて欲しかったことに変わりはないですけど、なんならさっきのターンに小玉セナ先立ちしとけよという話になりますが、まあ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 、除去が飛んできた時はちょっとめんどくさいかなーって形ですね。うん、こっち一応盤面的には勝ってそう
ですけど、何かしらのインスタントワールっぽいですね。あ、バードクラス追加した。まあ、先殴りかな？うん。先殴りで。少なくとも相手はラッカードラッカーを取らないとまずいので、除去があるならラッカードラッカーかなとは思いますけど、なんもないならトランプルで完成ですね。うん。ゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手バードクラスはキープ確定ですね。うん。まあ、これは、バードクラス、起動からミンスクがいけるパターンの手札なので、カティルダはもうちょっと後でいいかなとは思います。早めに立てたいですね。白黒。まあ、ほぼエスパーだとは思うんですけどね。うん。基本的にはほぼエスパーで思ってていいと思ってるので、青がないんでカウンターはないですね。ミンスクブー置きましょう。あ、ミンスクか。うん。そうするとブーが速攻で、なぜか2-2なんで、1マナ6-6相当、いかれてますね。いや、これがいいんだよな、このゲーム。いっちゃん楽しい。うん。なんかこの、いかれたことをしてるのが一番楽しいですわ。最悪。これ確かあれですね。ツイッターで見かけたと思うんですけど、なんて言ったかな。ツイッターで見かけたっちゃ見かけたんですよね。何だったかな。これアンバーグリスまで行きます。まあ殴るまでは行くんですよ。出ていいか。足は別にいらないですね。あー強い。あとは早めにバードクラスをレベル3にしときたいかなっていう形ですね。これは残しときたいです。なんでかっていうと、バードクラスって起動した後に出したいカードがいくつかあるんですよね。うん。それなので、まあ早めにこっちからでいいと思います。白。尋問官の隊長。何出ますかね。スカイグレイブの亡霊はあんまり入ってなかった記憶があるので、うん。あー、もう一枚飛んできた。めんどくさいですね。言うてそんなに持っていけるカード多くないと思ってるので、うん。まあ、警戒が消えましたけど、確かこのデッキってスカイクレイブの亡霊が入んないんですよ。なので、バードクラスはレベル3にしていいはず。で、まあこれは、アンバーグリス殴って、相打ちなら OK の形でいきます。相手の盤面のウィザードとかその辺含めて消したいので。まあ、これ副官と10社一択なんで。まあ、クレリックかな？うん。こいつは死んでもいいんで。で、まあ、次のこの辺を連打していく形になると思います。うん。最近ちょっと見るようになったんですよね、一応。確か、そうですね。ならず者とか含めたパーティーデッキだったはず。どうしよっかな。ミンスクいらないっちゃいらないんですよね。ここで出るし。捨てますか。うん。こっちも積もっちゃったな。まあでもミンスクブーが一番強そうではあるけど。まあでもミンスクブーは後でいいですか。女兵だから行きます。お、いいとこ積もりますね。でしか。ハラーレもめちゃくちゃ強そうなので、いいですね。まあ緑を置いて、腹荒れまでで、ある程度なんとかなるんじゃないかなと思います。こういう対戦相手投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手バードクラス引けてる程度は基本全部キープかなと思いますね。まあ、白はどっかで置きたい。赤、緑、白の順番で置く形になると思うので、うん。まあ、緑、バードクラス、まあ、ラヒルダスタートでいいかな。そうですね。で、ミドシロなので、ほぼ、ソウルシスターズ系統だと思っていくのがいいと思います。うん。まあ、次のターンには着地しそうですね。普通に嫌ですが。まあ、バードクラスレベル2から、まあ、バグらせる準備はしておきましょう。ラヒルダ。
一応エシカ出しとく方がメリットが大きいかな。そうですね、エシカ土地引けた時はエシカジェトミアから入ってあげてでいいと思います。うん、いや別に小玉でもいいか、土地増やしてもいい、土地増やしに行ってもいいので、これブロックしますけど、プレミットソースは、うん、まあ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 、プレミを解消できるだけのパワーはあるデッキなんで、そんなに悲嘆することではなさそうですけど、でも悲嘆はしなきゃいけないか。うん、プレミはプレミですもんね。まあこれはエシカの戦車、土地伸ばしに行った方が今は強いか。打点をちょっと増やすっていうよりは、しっかりと土地伸ばしに行った方が強そうな気がしますね。うん、まあ赤、いや緑か、一応エシカのこととか考えたら緑の方が強いです。で、フォーローは完全にこのデッキだとエシカのね警戒付与がついてるんで腐りそうな予感がしますね。お三平、まあバードクラスレベル3までは確定でいこうと思います。隊長スカイクレイブの亡霊っていうと裏目が存在するので、あんまり面倒なことはできないんですけど、うん、まあさっきのプレミ解消するぐらいにはね、こんなこと余裕でやってくるんで、あの時まあレベル3で、まあこことここは殴っていいか。うん、殴りましょう。次のターンからは爆発しそうな気はしますかね。ゴロゴロとジェトミアが速攻付与で取ってくれるんで、まあとんでもない量のライフゲインがない限りはゲームはできるのかなという印象はありますけど、1マナインスタント系統だとそんなに強いカードはないので、ブロックの仕方次第じゃないかな。うん、ラヒルダだけは通したくないらしいですね。相手も多分裕福な天使と古参兵は多分通したくないと思うので、うん、まあこれは山かな。土地の枚数増えれば増える分だけ次の爆発力すごく高くなるので、いやこれもうバードクラスまで出しちゃうか、追加バードクラス出しちゃいます。エンド、いやこれエシカ寝かさない方が良かったかな。フォロー、いやでもこのタイミングフォロー絶対出したくないんで、うん、むしろフォローならギリってか全然ゲームできますね。ジェトミアゴロゴロから入ってどうこうするんで、でプレラッサーラも1体だけサイズはすごくでかくなるんですけど、このデッキって、まあ、全体的にサイズがめちゃくちゃでかくなるタイプのデッキなんで、まあ1体ぐらいなら全然余裕で貫通はしそうな予感がします。うん、まああとはここからとんでもない量の回復されてどうこうがない限りは一応いけそうですけど、ああ嫌なとこ来ましたね。ああこれは全然良くないか。普通に戦乙女は起動はしそうか。そうですね、うん、これプラス戦乙女の着地でさすがに27は超えるんで、さすがにトイラスターはサーラは超えれないんですよ。まあ速攻がないんでそんなに怖くはないんですけど、だから向こうも殴れないと思うんですよね。あんまり殴ってきたらもしかしたら勝つ可能性はこっちにも存在しますね。これはいやトランプル付与の方が絶対強いというか、次のジェトミアのことを考えて横並びしてくれる方が絶対強いんで、赤土地は残したいです。ゴロゴロの起動効果があるので、白も残したいのでこうかな。うん、置いてまあカティルダ、まあこれはゴロゴロかな。何点出るかは知らないですけど、2467、まあすごい数は出そう、多分すごい数は出そう。サイズアップはラヒルダか、殴ります。ほい、ホーローのフラッシュが存在しますね。人間が12、違う、エシカがいるから何でもいいや。ホーローフラッシュプラス1カウンターが存在するのと、まあ一応レジェンダリーではあるので、ここは無理かな。
2、4、6、7、いやフォローのトークンもダメか。あと1体増やしたかったとこですけどね。ゴロゴロで、ゴロゴロで増やして、いや無理か、無理ですね。うん、ファーストストライク分とか合わせていろいろと計算はしなきゃいけないと思います。エシカは死なないので、戦乙女までは死ぬんですよさすがに。いや、トイラスサラも死ぬか。あ、全員死にますねこれは。うん、これは全員死ぬんで、やるなら多分死ぬところはマナ使っていいので、こことカティルダ残した方が絶対強い形になりますね。1、2、まあここがいいか、こことここで4、まあこの追放はそんなに問題はないです。でファーストストライクが入る形になるので、いや違うか、これ先にゴロゴロとかにくっつけておくといいのか。うん、通ってるとこにファーストストライクくっつけておくと向こうのサイズがめちゃくちゃに下がるんですよ。うん、戦乙女のサイズ分が減るんで、これでもうなんとでもなりますね。うん、もしかしたらこのターン勝ってたかもしれませんが、まあ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 盤面はいい形になったんでいいと思います。で、なんか余ったんでどうしようかなという形ですね。アンタップしといた方、警戒持ちアンタップしといた方がいいかな。小玉を追加出しとくのもありかなっていう形ですけど、まあサイズ上がってくれるんで、これは小玉追加出しておくだけでいいかな。うん、まあ他は特に問題ないと思います。これ大体で通るですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいて分かる通りね、基本的にバードクラスの、バリューっていうのがめちゃくちゃ高いことっていうのが分かってくれたかなと思います。はい、ほんと、バードクラスは取んなきゃいけないんだけど、バードクラスの強みっていうのは本当にこのカードが一番の元凶なんですよ。元凶なんですけど、隣に立つカード、例えばラッガドラッカーなんだろう、77とかだったりとかして、さすがにこっち取んなきゃいけなくなったりするんですよね。でじゃあ助教をこっちのラッカードラッカーとかそういう別のとこに当てとくと、バードクラスで永久にリソース稼げちゃうっていうのがこのデッキのめちゃくちゃ強い強みなのかなとは思います。はい、まあカティルダラッカードラッカーとか含めてね、いい要素がいっぱいあったのかなっていう印象ですかね。はい、じゃあ、ちょっと、勝率が低かったわけっていうのはちょっと話すんですけど、まあ見ていただいたら分かる通りね、助教が入ってないんですよ。はい、要は相手の妨害をしない自分の動き全振りのデッキなわけなんですよね。で、自分の動き全振りなデッキで、まあ2ターン目バードに、3ターン目バード起動プラスアルファって動いたとしても、環境的にちょっと弱いところが多いのかなっていう印象ですかね。特に赤ターンに対して後手引いたらほぼ 100% 負けて、まあ1マナの動き、まあ2マナの動き、3マナでこっちのカードパクられてみたいなことされるだけでゲームに負けますし、まあ2ターン目の後手がね、バードクラス置くことができないっていうのが結構厳しくて、はい。まあそういうのもあって赤タン相手っていうのがもう完全不利になっちゃうんですよね。多分先手ならギリいけると思うんですけど、先手なら先バードからレベル2、まあレベル2適当に置いて、次のターン2体、まあそこそこでかいカードを置くっていう動きで、まあ赤タン相手、まあ先手ならなんとかなるんですけど、まあバードクラス引ける前提ですが、後手だとちょっとどうしようもないのかなっていう印象はありますかね。はい、うん、なのでまあ赤タン相手先、まあ後手不利っていうのと、まあ、他のデッキ相手も結構後手不利なんですよ。はい、他のデッキって一応後手引いた時でも、まあ、カウンターないしは除去だったりとかで先手後手を入れ替える手段っていうのがちょこちょこ多いんですよね。まあちょこちょこというか結構多いデッキは多くて、でそこに対してこのデッキって先手後手を入れ替えるカードっていうのはほぼ存在しないんですよ。まあできることといえば、まあ、頑張って耐えてバードクラスレベル3にした後の次のターンになるのかなって印象ですね。まあ基本的にバードクラスレベル3にしたら、そのターンの間何もできないっていうのがほとんどなので、はい、なのでまあ基本的には後手は不利になっちゃう、まあ先手の押し付けが強いデッキになっちゃうのかなとは思います。それとまあやっぱりどうしても除去がないっていうのが厳しくて、まあエスパー相手にはなんとかなるんですよ。ちょっとゆっくりめに戦ってくれるんで、うん、まあ向こうから除去が飛んでくるって言っても、まあバードクラスとか開催でちょっと面倒くさい思いはするんですが、まあ
ターン数的には5ターン6ターンぐらいまでは待ってくれるタイプのデッキなんで、まあ、あのこっちのバリューとか含めて一応なんとかなるんですよね。エスパーとかにはなるんですけど、やっぱり赤ターンとかの速攻系統相手には厳しい思いをすることが多いっていうのが、まあ、やっぱり弱点になってくるのかなと思います。押し付けはめちゃくちゃ強いんですけどね。うん、押し付きれなかった時の動き、例えば、まあ、今の環境でやっぱりカティルダとか先手2ターン目においても破壊されちゃうんですよね。はい、そういうのがあって、まあ、カティルダ置いて破壊されて、エシカ置いて破壊されてみたいな呪玉魂相手とかも結構厳しくなったりとか、まあ、バードクラス引けない時ですけど、うん、やっぱりバードクラス引けてない時の出力だったりとか、こっちの出力っていうのがめちゃくちゃ低いので、まあ、何かしらの調整の余地はあるのかなと思います。個人的には使わなかったアフとしてミンスクブーとかアシャヤとかいるんですけど、まあこの辺の枠変えてあげるだったりとか、まあバードクラスによらずにラッカドラッカ自体が強いってことを含めて、まあカティルダと合わせて人間デッキ組んだりとか、そういう動きはできるのかなっていう印象はありましたね。はい。まあただ、まあ割合としてデッキ内のカティルダ4だったりとかエシカ3とか、その辺の割合としてはそんなに悪くないかなと思いました。やっぱり他の枠、まあカティルダ、ラッカドラッカエシカ、あとはハラーレですかね、くらいはめちゃくちゃ強いので、他の枠でどうこうするっていうのがいいのかなっていう印象です。はい。まあスペシャライズ系統とかもあってね、結構いい形になるので、まあ今後の強化はもうスタン押しとかでないんですけど、はい。まあエクスプローラーとかで遊べるだけのパワーがあったりとか、まあこの中の、まあスペシャライズ系統のカードとかって次のアルケミー環境、スタン落ち後のアルケミー環境でも使えるので、はい。そういうのもあって面白いデッキだと思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみていかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは。